まずは、折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角をてっぺんに向けて折ります。左側も同じように折ります。 次に折ったものを下の角から斜めにこのように開きますだいたいでいいです反対側も同じぐらいの位置で開きますこれを横にして下の角を内側に向けて折ります反対側も同じぐらいの位置で折ります 上の角も下に向けて折ります。下の角はやや大きめに上に向けて折ります。これを表にして、耳の先の部分を裏側に折ります。これで折り紙の部分は完成です。 これに顔を描いていきます。真ん中の線よりも少し下目に目を描きます。目は大きく描きすぎるとちいかわのもちっとした感じが出ないので少し小さめに描きます。鼻と口も やや小さめです。目の中に光を描きます。上に丸を描いて、下側に横線を引きます。小さく眉毛を描いて、 ほタの部分を描きますほっぺたに斜めに線を引きますこれに色を塗っていきますピンク色のマーカーでほっぺの中を塗りつぶします黒いペンで目をなぞります 光を描いて、中を塗りつぶします。眉毛もなぞって、鼻と口もなぞります。ほっぺの線を描いて、 これで、ちいかわの完成です。